NCC と長崎月町横丁推進協議会が長崎に活気あるたまり場を作ろうと取り組む月町横丁の出店者向け説明会が開かれました NCC などは長崎市と協力し長崎市民の台所月町にあるメルカ月町の地下に複数の飲食ブースが集まる月町横丁を来年春から常設します 出島メッセ長崎で開かれた出店者向け説明会にはおよそ80人が参加しました募集しているのは全27店舗中既存の14店舗を除く13店舗です坪数はおよそ3.2坪から11.2坪家賃はごみ処理などの教益費込みでおよそ5万円から15万円となっています またテレビ局のノウハウを生かしデジタル広告やコマーシャル NCC の番組中継などで月町横丁を盛り上げるとしています出店店舗の募集は今月5日まで詳しくは NCC 公式ホームページ内の月町長崎横丁特設ページをご覧ください